こんにちは、速稼塾の久保です。これからお話しすることはちょっとね、また水物のお話なんで差し引いて考えていただきたいんですけども、カジノ利権のお話でございます。どんな案件かと言いますと、1万円が、倍になるっていうかね、2万円になってプラスアルファで毎月の権利収入が千数百円入ってくるという形ですね。プラスアルファでしかも、ちょっとねこうギャンブルのツールが手に入るというものですね。この辺聞くとちょっと怪しいでしょ。ですんで怪しいですからね、ちょっと用心して聞いてくださいね。でこれを運営しているのが日本の会社でしかももうね運用が進んでいます。で私もカジノ利権っていうねコーナーを作ってずっとレポートしていましたけども、これに付随したものになってきます。ですので私の場合はこのカジノ利権今のところうまくいってます。今のところ利益出していますけども、でもこれ自体はもうね販売してないんですよ。で今回はこれに付随して、出た案件なんですけども、どんなものかと言いますとね、LUC888 っていうものがあります。これはねバカラを中心とした e スポーツのサイトなんですけども、この LUC888 ってものをもっともっとね知らしめていくためのプロモーションなんですよ。これに参加した方には一口1万円に対して、報酬1万円プラス権利収入1300円1500円1100円この辺ですね、千数百円の権利収入を毎月お渡ししますよと、プラスおまけもあげますよってものなんですよ。だからプロモーションに参加してLUC888を世の中にもっともっと知らせてくれる方に対しての報酬だと思ってもいいかなと思いますよね。で、このLUC888っていうのは今年の3月にK−1 っていうね格闘技の、ところにも広告を出してまして、で今後はテレビにコンテンツ提供したりとかね、そちらの方に CM 出したりとかっていうのもあります、っていうところが大体概要なんですよ。ただやっぱりねどこまで説明しても不確定要素があるのと、私はねこういうので儲けましょうっていう話を本当はねそんなにね好きではないんですよ。私が儲かる方法を紹介するとすれば、こういった水物ではなくてね、本当にやっていただきたいのはやっぱ YouTube ですごく価値のある情報提供をしながら広告収入なりコンテンツの売り上げを上げていくっていうこととかですね、サイトを構築してアフィリエイトをしていくとか、それから転売によって利益を得ていくとか、 FX をきちんと学んで投資で運用益を得ていくとかね、そういったものをやった方がいいというのは変わりません。こちらの方がメインです。ビジネスを身につけて稼いでいくってことがメインです。でこういうふうな水物っていうんですかね、とりあえず飛び込んだらどうなるか分かんないよと、ギャンブルみたいなやつってのはあくまでも余剰資金でやるものであって、これによって自分の力がねつくわけでも何でもないですからね。でましてやお金を払う人にありがとうって言わせることでも何でもないですから、これは水物っていうふうに私は考えています。ですんでね、もしねこのe スポーツLUC888のプロモーションに参加して自分の投じたお金一口1万円が2万円とかになっていけばいいなっていうふうにね思う方は、参加はね動画概要欄につけておきますので参加していただきたいと思いますし、この案件を持ってこられたのが私の友人のね小野里さんなんですけども、小野里さんも紹介する案件の全てが当たってるわけでも何でもなくって、うまくいかないのもあるんですよ。でそれを差し引いてね考えていただきたいかなと。で小野里さんっていうのはカメラの転売に関してはもうピカイチなんですよ。ですので小野里さんがね考えているのもおそらくカメラの転売をマスターして、そしてそこの利益によって生まれた余剰資金でこういった水物をやっていきましょうっていう順序だと思うんですよ。ですから私はねすごく気が合うんですけども、ただ多くの方っていうのはカメラ転売をマスターしたわけでもないのに、できればそういうふうなコツコツと自分の力を身につけていくのは避けて水物ばっかりやろうとするんですよね。で結局水物ばっかりに飛びついて水物ばっかりを失敗してですね、でそれを紹介した人を責めるみたいな構図があるんですけども、もともとはビジネスを覚えたその利益余剰資金でやるものなんですよ。で私はそういうふうに考えてますんで、水物をねまず一発目にやってそれによって人生のお金の問題解決しましょうみたいなことは全然違いますからね、まずはビジネスを覚えましょうってことなんですよ。ビジネスを覚えてもう毎月のように余剰資金が作れるようになったらいろんなものに飛び込めばいいんじゃないかなっていう順序ですね。ということでございます。はい、幾分説教じみたことになりましたけども、そういった覚悟ができている方は動画概要欄から今回私がお話したねこのスキームに参加する、そのための URL つけておきます。でさらに私の説明じゃちょっとねどうかなと思うんでしたら、これはね元の動画がありますんで、これは小野里さんの1時間ぐらいの動画がありますんで、こちらの方をご覧になってまあ見てください。私はねこれねちょびっとだけ参加しようかなと思うんですよ。ちょびっとだけ、あくまで余剰資金がありますんでね、ここ大事ですよ。私は余剰資金があるんで、それによってちょびっとだけ参加しますね。一口1万円なんで、まあ10口ぐらい、10万円ぐらい今回はねもう捨てたと思って、次の瞬間明日になったらもうこれ10万円はなくなったもんだと思って参加します、ね、その覚悟をできれば参加するのもいいんじゃないかなと思うんですよね。でカジノ案件っていうのはね半年前以上から私もずいぶん動画の方でお話してきましたけども、おかげさんでね順調でございます。だからといって今回この紹介したねこのLUCトリプル8のプロモーションがどうこうっていうのは分かりません。そこら辺はね最終的には自分で乗る価値があるかどうかっていうのを判断することだと思いますけどね。はい、ではご用心失礼します。